よエース危険はもう手遅れじゃ。待ったれども、その行きだ。ルフィ君を船に運ぶんじゃ。おいてきなよ麦わらのルフィをさ。邪魔だなおい。麦わら屋をこっちへ乗せろ。お前さん何者じゃ。麦わら屋とはいずれは敵だが悪縁もええ。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。あれはトラファルガーローです。ノースブルーのルーキー。先日シャボンディ諸島天竜人の一件にて取り逃がした麦わらのルフィと共犯の海賊救援に来た模様。急げ、早くこっちへ。すまん、ルフィ君に深手を負わせてしもうた。すぐに手当てを頼んだぞ。それでいい、任せておけ。誰も逃がさないよ。よっ。クソ生意気だ。応急処置はした。あとは追手を倒して逃げるだけだ。クソ生意気だ。なんて野郎だ。ワイのガードを破るとは。エースの弟を守れ。エースが守り、親父が認めた男を俺たちが新しい時代に送ってやるんだよい。死に目に遭いそうでよかったぜ親父。キーチ、海軍が混乱してる。今のうちに親父の兵庫に向かうぞ。最後の一人まで叩き潰せ。おやじ、おお手ごわいね。クソ生意気だ。邪魔しねえでもらうぜ。キイチ、そんなはどういうつもりだ。七向かいの称号はもういらねえな。もう老人なんだ。ゼハハハ応戦。そんなに知ってか。闇は引力放つされに押し引きずり込んでやる。巨人空手奥義ブライ応戦。あんたは老いた。次は俺の時代だ生意気な。てめえ
だけは息子と呼べねえな。命を取って俺がけじめをつける。おめえじゃねえんだ。ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か、全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、これが俺の闇々の身の力。そしてあの構え、親父の能力。いやー、全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。
人空手奥義。これで終わりだ。カウンターディグリッシュ。誰も俺を止められねえ。全てを壊し飲み込んでやる。海賊という悪を許すな。急げ、麦わら屋をこっち。置いてきなよ、麦わらのルフィをさ。どこまでだ。もうやめましょうよ。これ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。数秒を無駄にした。正しくもない海兵は海軍にはいらん。ないこと悔いはない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、この世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、それとルフィに。麦わら、お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい、待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い。俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ、いや黒ひげ。ぜやや、めとこう。まだ時期が早い。全員、この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィは、ジンベイ、ロー、ハンコックらによって助けられ、アマゾンリリーにかくまわれる。ローの治療でどうにか一命を取り留めたルフィだったが、エースを救えなかったことで心に大きな傷を負い、自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。ルフィ君、ここへ行け。一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。これ以上自分を傷つけるお前さんは見ちゃおれん。俺の体だ、勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの、彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ。次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。うわあ、もう何も見えんのか、お前には。どんな壁も越えられると思うておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に、次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。
後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。俺たち集合場所があるんだよ。行かなきゃ。すぐ相手、あいつらに相手よ。おお、ルフィ君、早速会えてよかった。レギノさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは。いや、まだ集まってはおらんだろう。俺、仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。あの島で君たちの身に何が起きた。繰り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るか反るかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャボンディ諸島で。すげえな。